はい、こんばんは、長澤です。今回はですね、前回洗剤で洗ったこちらのシャーシとギア、組み込んでみました。戻しただけですね。で、ライトダッシュモーターを入れております。で、何をするかと言いますと、こちらを試してみたいと思います。ドーン。はい、オイルペンでございます。こちらね、オイルペンということで、どういったことに使うかと言いますと、便利な3つの機能ということで書いてあります。1つ目が、ミニオク F グリスと組み合わせて使用。 F グリスを薄く塗り伸ばすツールとして大変便利です。薄く塗れるってことですね。はい。で、もう1つ、潤滑オイルとして、これは上級者向きって書いてありますね。オイルペンだけで使用することも可能です。グリスよりも粘度が低いので軽い回転フィーリングになります。で、もう1つが、汚れたパーツのクリーニングということで、ギアや軸受けなどの細かいパーツについた古いグリスの汚れを、拭き取ることができますといった感じの用途になります。で、今回はですね、これだけ塗ってみたいと思います。で、それで足りなければ F グリス塗りたいと思います。で、まずはですね、ただ組んだだけ、グリスもオイルペンもなしの音をちょっと聞いていただきたいと思います。はい、こんな感じですね。じゃあ、これがオイルペンをギアに塗って、どういう風に変わるか試してみたいと思います。すいませんね、ちょっと散らかってて。はい。で、結局ですね、中に入れたベアリングの内側とかにもね、塗ってみました。じゃあ、早速ちょっと回してみたいと思います。なんかあんま変わってない気がする。なんだろう、薄いんかな。粘度が低いから音が高い。こんなもんなのかな。でも見た感じ、しっかり濡れてます。濡れてりゃいいかなぐらいに思ってるんですけど、何かこうした方がいいよとかね、そういう情報があればぜひコメントをお願いします。なんかこれでも十分な気がするけど、ダメなのかな。鳴らしが足りないか。音でわかる人いたらぜひ教えてください。はい、ということで、今回はこちらのオイルペンを使ってみたよっていう動画でした。もっといい使い方知ってる人はぜひコメントください。また見てねー。